アーチボルド・ビビアンヒルは、イギリス生まれの生理学者で、生物物理学や、オペレーションズリサーチの創始者の一人である。筋肉中の熱発性に関する研究により、1922年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。彼は、ブリストルの町に生まれ、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学した。生理学に転校する前は、3年間数学を学んでいた。 彼の初期の研究には未解率面転式やヒル係数がある。彼は生物物理学の創始者の一人であるヘルマン・ホン・ヘルム・ホルツと共に神経や筋肉の物理的性質に関する様々な測定を行った。1913年に経済学者ジョン・メイナード・ケインズと外科医、ジェフリー・ケインズの妹であるマーガレット・ケインズと結婚し、に何人を設けた。 長女のポリー・ヒルは、経済学者で、西アフリカ試験協議会の試験官である、K.A.C. ハンフリーと結婚した。長男のデイビッド・ケインズ・ヒルは、物理学者、次男のモーリス・ヒルは、海洋学者である。次女のジャネット・ヒルは、小児精神科医で、免疫学者のジョン・ハーバート・ハンフリーと結婚して、心理学者のニコラス・ハンフリーを設けた。1914年、 第一次世界大戦が開戦すると彼はイギリス陸軍に所属し弾道学とオペレーションズリサーチに基づいてチームを整理した。このチームにはラルフ・フォーラー、ダグラス・ハートリー、エドワード・アーサー・ミルンダの著名な物理学者がいた。アーチ・ボルドは1919 19年にケンブリッジに戻り、1920年にマンチェスター・ビクトリア大学の生理学の教授になった。 オット・マイヤーホフの研究と並行して彼は筋肉の機械的動作の仕組みを解明した。二人は1922年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。1923年、彼はアーネスト・スターリングの後を継いでユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの生理学の教授の職につき1951年に体感するまで務めた。1966年まで、 精力的に研究を続けた。第二次世界大戦を機に、アーチボルドは公共的な仕事に携わるようになった。1935年には、パトリック・ブラケット、ヘンリー・ティザードらと共にレーダーを作る委員会に関わった。1940年から1945年にかけては、ケンブリッジ大学の理事会のメンバーになり、アドルフ・ヒトラーの迫害から逃れてきた科学者たちを、 守り通した。またアメリカが州国政府の多くの科学的な委員会に所属している。1977年にケンブリッジで死去した。ありがとうございます。